武田街道大手筋。武田街道は、京都伏見をつなぐ街道の一つ。京の七口の一つとして挙げられることもある。武田口から旧紀伊郡武田村を通り、伏見港へとつながっていた。奈良街道や大阪街道の一部とも位置づけられる。現在でもなお、京都市中心部と伏見市街を結ぶとともに、奈良方面へとつながる国道の一部として、主要な幹線道路となっている。 武田街道は江戸時代に開かれたと言われる。車石が敷かれ、銀車による物資の輸送が行われていた。その車石の一部が東海小学校に残されている。1895年に日本で初めての営業用の電気鉄道が京都電気鉄道の手によってほぼ武田街道に沿って京都駅から伏見京橋の間に付設された。この路線は 京都市電伏見線に引き継がれたが、1970年に市電全廃に先駆けて廃止された。翌1971年に武田街道は国道24号に指定された。現在は京都府道115号伏見港京都停車乗船が武田街道と呼ばれている。道府道は武田街道8条から伏見の京都外環乗船までを結んでいる。 東動員通りの延長上にあるが現在は京都駅で断絶しているため京都駅の北側へは高倉湖線橋によって塩港寺構想で高倉2とつながっている。約 1km 東の山沿いを伏見街道が並行している。ありがとうございます。